これまでのあらすじ。デルカダール兵の目を逃れたどり着いた医師の村は、村にある大樹の根が勇者の力に反応し見せた幻影、過去の医師の村であった。そして現実の医師の村はデルカダール兵によって焼き払われ無残な姿に変わり果てていた。ミカビックスは悲しみを胸に過去の医師の村で出会った祖父テオの助言に従い、医師の大滝にある三角岩を目指し歩みを進めるのであった。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト11続きをやっていきます。医師の村で、一応この教会で寝れるって言ってんだけど、見てみるか。どんなとこで寝るんだ。こっちではない、樽だけ壊していこう。毒消しそう。じゃあこっちの部屋かな。あ、宝箱がある。回収していこう。レシピブック、聖堂騎士団案内。え、どういうこと。騎士団の服、服か。ここで寝るのか。一応ろうそくがあるね。ろうそくが灯されている。あ、お化けがいる。あ、ここにもろうそくがあるじゃん。消えた。このお化けなんだろうね。医師の民の亡霊かな。この神父さんがろうそくを持ってきたのかな。あとはちょっと見ていきますか。自分の家を見てみよう。どうなっているか。あ、亡霊がいる。消えた。ちゃんと門から入っていこう。ガチャ。ベッドがある。これ無事だな。割とミカミックスのベッドが焼け残っている。少し休んでいきますかって。こんなところで休もうとする。こいつの神経疑うんだけど。イカれてんな。いくら自分の家だったからといってさ、こんなところで休んでいく気にならないだろう。少し探索してみますか。もう少し中を。あ、宝箱開けられてる。あれ、これ俺自分で開けたんだっけ。何が入ってたかすらもう覚えてない。ああ、なんだ。これあれか。普通に夜になったよっていうことか。滝がある。この滝じゃないの。石の大滝って。あ、裏側行けねえや。あ、なんか怒ってんじゃん。回収してこう。清めの水。これ滝の裏とかね。なんかないのかね。ない。顔だけ突っ込んでる。え、あの神父さん、この夜になってもこの村にいるの怖くない？焼け落ちた村に一人でいるなんて、ま、こういう暗いとこだったら教会はね、まだ割と残ってるみたいだからいいかもしんないけど、自分のさ、家のさ、あんなベッドで寝たくないでしょ。ここエマと村長の家跡。あ、なんか怒ってる。薬草か。この薬草を使う間もなくやられてしまったんだな。宝箱もあるじゃん。この宝箱には手を出さなかったんだ。ヒノキの棒、ゴミくずやんけ。そりゃ手出さねえよ。多分ガチャ。お、宝箱あるじゃん。ガチャって開けてヒノキの棒が入ってて、いらねえって言って戻したんだろうな。なんとか騎士団の人たちも。じゃあまあこんなもんでいっか。村の外に出よう。滝を目指していきますか。てか滝どこ、そもそも。デルカダール地方を抜けてデルカコスタ地方にある医師の大滝の三角岩を調べよう。え、そんな遠いの。デルカコスタ地方に行かなきゃいけないんだ。まあじゃあ新しい地方ということで向かっていきましょう。その前に、あ、井戸の中に入ろうと思ったけど入れないわ。これこっち行けんの。あ、行けない。馬呼ぶか。じゃあ、いや馬、お前は俺についてきたおかげで生き残ったな。あの村にいたらお前も
馬刺しになっていたところだぞ今。じゃあこのまま抜ければいいのかな、右側デルカコスタ地方に。ダッシュ、はいよー、シルバースライムなど踏み潰せ。ここにいる門番やられちゃったのかな。ここちょっと広いけどなんか落っこってる。あ、なんかあるじゃん。これ宝箱このまま取れんの？取れる。打ち直しの宝珠5個。こんなところに一体誰が入れたんだ。デルカコスタ地方、ちょっとここは広めのところ。あ、あそこにアイテムがある。馬いける？この馬なんかどこでも行けそうだからな、自分が行けるとこだったら。清めの水、夜の方が光ってるものって見やすいかな。そんなことはないか。こっち行けねえし。ジャンプできんの？違う、ジャンプしようとすると降りるんだろうな、 B ボタンだから。こっちはいけない。まあこんなもんか。では道沿い進んでいきましょう。敵はいないね今のところ。広いデルカコスタ地方に出たら敵がいるということか。ホイミスライムがいる。戦いたい。探索するんだったらちょっと馬に乗る必要はないかな。一気に行くぞ。いや俺ヒットポイントとマジックパーが減ってる。寝てないからな、寝るの渋ったからこんなとこで寝たくねえみたいな感じで。ホイミスライム2発で倒せる。終わったな。ちょ、降りよ。細かく探索をしたい。まあ、ここら辺の草でも食っててくれや。あの馬ずっと止まってんのかな。 あそこなんかいる。ちょっとロボットみたいなやつ、なんだこいつ、硬そう。こんなのがうろついてるんだ今の世の中。カラクリエッグ探検とゲッツェ9とか。終わったな。ちょっとホイミを唱えよう。ちょっと周りを攻めてアイテムがないかある程度確認しながら行きましょう。いや逆サイ遠いな、あっちまで確認しに行きたくない。え、どういう感じ。下がデルカダル神殿。え、先にどっち行くの。キャンプがあるからちょっとキャンプ場行こう。ホイミスライムは倒す。げ、いっぱい出てきた。行くぜ。よし、ホイミスライムはねホイミ唱えてくるからね、厄介だから。こんな魔物が普通にうろついてんのか。だってこいつ剣で切りかかってくるんだよ、うん、死んじゃうよ本当に。アイテムない。あれ海岸みたいなところに出てきた。あとこれなんか夜しか出ない魔物とかいんのかな。ゲーカニがいる。軍隊ガニじゃなくてその1個下だよね。なんだっけ名前が出てこない。会心の一撃、こいつなんだ。そもそもメソコボルトみたいな。終わったな。やったぜ。レベルアップ。え、呪文なんて覚えるのこいつ。ジバリア、何それ。火炎陣。ちょっとスキルポイント見てみよう。6ポイントあるね。神業って、あ、そうか、盗むか。なんか盗むはちょっと欲しいなっていうとこなんだよね。器用さが増えるのか。プラス30ってすごくない？シャドウステップ素早さ30、
なんか上がり方が尋常じゃないんだけど。探検スキルのスリープダーガーは持ってるから、これか、ヒュプノスハント9。いや、盗むって今の段階で必要かな。プチアーノ、あ、軍隊ガニ、軍隊ガニでよかったか。硬そう。3。こういう時にメラの出番だ。6。あれ、これガードされてる魔法も。もともと勝ってえな。俺たちの勝ちだ。ホイミ唱えちゃおう。キャンプ場が近くにあったから大丈夫っしょ。船着き場、船はないよね。コットン草、コットン草、夢見の花。魔物が多いな。11。あ、硬い。仲間呼んできやがった。そこら辺に軍隊がいたかね、今。すぐ来るよ、呼ばれれば。12か、食らう。そういえば火炎斬りも覚えたね。2使ってみよう。俺たちの勝ちだ。なんかあんまり意味なさそうだけど、今ちょっと覗くだけ覗いてみよう。おっさんがいる。釣りしてるのんきに。お前、軍隊ガニに襲われるぞ。旅人サンタ、珍しい。こんな辺鄙な場所に来るってことは、デルカダルシンデを見に来たのかい。はい、それはいい心がけだ。せっかくこの地に来たんなら一度は近くで見ておいて損はない。デルカダル神殿はここを出て西に進めばつく。いや、さっき行ったんだけど、まあ、行ったっていうか近くね。とりあえずあさろう。あいつが釣りをしている間に物色させてもらおう。この壺、怪しい。13円。完全に泥棒だな。人の家に入ってゴールドをパクっていく。ここ行けんの？行けない。お前の13円、全財産はもらっていく。さらばだ。でもこうやっていくと、あ、デルカダール地方が上か。石の大滝、いけすぎちゃったじゃん。石の大滝とかどこにあったの。とりあえずキャンプしよう。もうちょっと疲れてる今。スルーしてしまった。先にだから大滝を見て、そこから神殿へ行けっていうことなんだろうね。あれ、これって寝れるよね。休む、朝まで。おお、朝焼け。馬を呼ぼう。ちょっとこれは馬で走ってく。さあ行くぜ、大滝へ戻れ。滝なんてあった？石の大滝。だってどっちから来たっけ。下から来たよね、地図的に。こっち、そうそうそう、ここ確か水場があった。水場があって、どれ、石の滝って、これもしかして逆サイ。ちょっと降りよう。わかんねえ、馬に乗ってるから。石の滝ってこれ、あ、左上に書いてあるよね。そうそうそう、左上に書いてあるんで、石の滝って書いてあるじゃんの三角岩、どれだよ。全然わかんねえわ、どれのこと。目印何にもないからね。どれが三角岩なの。なんて言ってたっけ。石の大滝があって、石の大滝があって、その三角岩。あいつ馬か。
どれだ、本当に分かんねえ。こっちから先はいけない。とりあえず岩という岩を調べていこう。ここ蝶々がいるね。さあ行くか。ちょっと待って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 。石の大滝はそうそうそうあるよ。で今来たんだよ。なんだよ三角岩って。全くわけわかんねえとこに隠しやがったな。あ、これこれか。超わかりづれ。近づけばびっくりマークが出たね。手紙が入っている。手紙か。一つはかなりボロボロだな。あなたがこの手紙を読めるようになった頃、私はもうこの世にはいないでしょう。あなたが生まれてすぐ故郷のユグノアの地が魔物に襲われました。私はあなたを逃がすので精一杯でした。いいですか、心ある人に拾われ立派に成長したらユグノアの新興国であるデルカダールの王を頼るのです。あなたは誇り高きユグノアの王子。そして忘れてはならないのが大きな使命を背負った勇者でもあります。勇者とは大いなる闇を打ち払う者のこと。いずれこの言葉が何を意味するのか分かる時が来るでしょう。一緒にいてあげられなくてごめんなさい。無力な母を許して。どうやらお前の母親の手紙のようだな。そっちの手紙はどうだ。てか全ての元凶は母親の方だったのか。すまんジジイ、お前を疑ってしまった。そっちの手紙はジジイが書いた手紙だ。わしのせいじゃない、母親のせいだ。そう書いてある。親愛なる孫へ、未来から来たお前に出会った後、わしは約束通りお前の道しるべとなるものをここに埋めておいた。母親の手紙はもう読んだかの。あの手紙はお前が流されてきた時一緒に入っていたものじゃ。わしはあの手紙に従いお前をデルカダール王国に向かわせたが、辛い思いをさせたようじゃの。すまん、お前のせいじゃないんだジジイ。全ては母親のせいだ。なぜユグノアの地が魔物に襲われ勇者が悪魔の子と呼ばれているのか、わしには見当もつかんかった。なれば真実は自分の目で確かめるしかない。東にある旅立ちの祠の扉を開ける魔法の石をお前に授けよう。それを使って世界を巡り真実を求めるのじゃ。お前が悪魔の子と呼ばれ追われる勇者となった全ての真実を。いいかい、人を恨んじゃいけないよ。わしはお前のじいじで幸せじゃった。魔法の石。旅立ちの祠の扉を開く魔法の石か。まあこれも乗りかかった船だ。俺もお前の旅に付き合ってやるぜ。お前のじいさんが言ってた旅立ちの祠はここから東にあるんだったな。それじゃさっさとそこに行こうぜ。と言いたいところだが、その前に俺の目的も果たさせてくれ。レッドオーブが移されたのはこの道の先にあるデルカダール神殿だ。よろしくね。てかレッドオーブがどれほどの価値があるのかが分かんねえんだけど。
まあ、オーブ系はねドラクエの世界ではどれも重要なものではあるけど、馬がいなくなってる。帰りやがったあいつ。俺らが感動している間に、おじいさんの手紙を読んでる間に、もう付き合ってられんわみたいな感じで行ってしまった。なんて白状なやつなんだあいつは。まあ走っていくしかないか。道はもう分かっている。モンスターどうしようかな。まあ倒しながら行きますか。3体1体倒した。ヘラヘラ笑っている。この野郎完全に舐めてるな。それが命取りになる。あ、連携ってそういえばさ、あれなんか使えるよ。あ、勧誘で使うって書いてあったか。ちょっと防御しようじゃあ。あ、待って、命令させろにしないと。作戦替え。神、これ命令させろにして。やるぞ。今自分の出番なんで、だからちょっともう一回防御して、で、神の番に来て連携。お、非エンジン。非エンジンっていうのこれ。土耐性。え、土なんてあるの？それ魔法も覚えたよね。ジバリア。行動時に爆発する土属性の魔法陣を敵一体に仕掛ける。土属性か。早かった。あれが早い。え、それだけ？あ、なんだ。相手の行動時になるんだね。メッセージが早いな。戦闘速度が超速いになってるから。次の戦闘になったら早いに戻しとくか。まあ、早いでも結構サクサクいけるからね。じゃあこのまま乗り込みますか。正面突破だ。ここの神殿にはなんか守りの兵士とかは配置されてないのかな。デルカダール神殿。あ、キャンプ場がある。やはり守りの兵士がいるのか。いない。壺を割っておこう。魔法の小瓶。ちょっと逆サイもなんかないか見ていきます。何もない。デルカダール神殿入り口。いや結構な石段だよねこれ。軽快に走っていってるけどさ、体力ありすぎだろこいつら。やられている。またなんか濡れ衣を着せられそう。おいおい、どういうことだこれは。貴様はそこで何をしているみたいな。一体誰がこんなことを。あ、地下に通じる階段。え、ダンジョン。生きてんのちなみに。こと切れている。返事がない。ただの屍の表だではないんだ。少し表現が柔らかくなったっていうか。これ何？これもなんかちょっと重要そうなさ、オーブみたいな感じだけど。じゃあ下へ行きますか。あ、ここにも兵士がいる。コウモリみたいなのがいたけど、あれは敵じゃないのかな。なんでさ、パラパラ兵士が散らばってんの。これさっきのやつじゃん。いたずらなんとか成敗する。インプだ。あー、もうちょっと神は、マジックパワー使うなでいいや。で設定でちょっとバトルスピードは速いにしよう。ホイミ唱えてくるんだ。あ、全然普通にか。違いがよく分かんないんだけど。あ、ちょっと確かに遅くはなってるけど、あ、全然サクサクでし
これがちょうどいいね。終わったな。レベルアップ。スキルポイント今8か。ちょっと見よう。勇者って結構使ったよね。8使う。片手剣スキル。何を覚えようとしたんだっけ。あ、メタル斬り覚えたいなって言ってたんだよね。片手剣プラス10。いや、ちょっと勇者に振るか。ゾーンに入りやすくなる。プラス 5%。 よし。で、次デイン覚えよう。こっちニフラムか。ニフラムはいらないんだよね、正直。トヘロス、こいつは何やってた。てかその前にここも、あ、見れるっちゃ見れる。すげえ罠臭いんだけど。一発で倒せないのかな。俺たちの勝ちだ。これギラの攻撃力とかも上がるのかな。一体だけ取り残されている。お前もさっきの仲間と同様、地獄へ送ってやる。あ、倒した。一発で。何、やっぱヒットポイントちょっとランダム性があるね。20で死ぬやつと20で死なないやつがいる。うわ、いっぱいいる。魔物の巣窟だ。あ、スモーク。こいつさ、なんか最初出てこなかった。もはや雑魚敵として出てきている。ジバリアン仕掛けられた。おお、盾が発動した。これ何、どうなんの。いって、自分の番になると発動するっていうやつか。え、しかもさ、まだ時限爆弾みたいなマークついてたけど、継続性があるの。魔法の小瓶、まあありがたい。デッキュー割とくら。おお、会心の一撃。やっぱ自分結構強いな。防御力はあるね、鱗系にしたから。ここなんかないの。なんもなさそうだな。まあさらーっと見てみましょう。ホイミスライムぶっ倒して。げっ、3体も出てきた。厄介だな。うわ、しかも全回復された。ホイミを上回る攻撃力がないからね今。唱えられたら絶対マイナスになる。来た、ジバリア。やばい、この敵結構厄介だぞ。いて、9。それなりに食らうよな。でこの後神がゲー攻撃してくれないと。だいぶハマるパターンだな。うわ、2ターン目も食らう。ホイミで回復しよう。俺もホイミ。で、マジか、ジバリア。おお、いなりミスってんだよ。だいぶ長期戦になってんな。おお、3、4ターンくらい、4ターンくらいジバリアにはまってたよな。許さん、ホイミスライム。あ、魔法の小瓶があるからちょっともうホイミ2回唱えちゃおう、うん、多分4つくらいあるからね、大丈夫っしょ。おお、攻撃してこう。あ、そうだ、だからこの時にギラをこいつもホイミ唱えてくんのかよ。そう、40も回復するし、やるな。あ、間違えた。すぐ忘れる。てか A ボタン連打してるかんね、常に。スモーク、これどっちだ。神殿外部、
え、また外部っていうかさ、これ地図見てる時も敵来んの？行くぜ。ギラ使います。げ、弱え。いやー、ジバリア一発食らうねこれ。お、カミューナイスだ。ちょっとじゃあ外見てみるか。あれ、どっから出んの？ホイミスライムは厄介だから倒したいけど、21で倒せない。ゾーンが切れた。しかもうわ、うん、こっから。え、これさ大丈夫？出て、外壁に出たね。外壁を伝って別のところに入り込んでいくっていう、そういう生き方かな。でもさ、なんか下に行く感じだったよね。力の指輪装備しよう。金のネックレスが最大一部と、もうエヴァのお守りとかいらんな。これ守備力1しか上がんねえから。神に装備させる？どうする？守備力1だからね。なんかあってもなくてもっていう気はするけど。あ、でもここは完全にアイテムだけか。まあ、力の指輪っていうものを手に入れたんで、来た会話あったな。しかも敵に囲まれてる。またあそこにアイテムがある。これなんだ？こいつはなんだ？メタッピーだね。メタッピー的なやつだなって思った。ゲッツエー、神の防御力が。メタッピー硬い、やっぱり。え、硬いくせに強い。ゲー、ミスる。神、なんでお前ミスるんだよ。てか12次食らったら死ぬじゃん。おととい来やがれ。ヒットポイントはちょっと高い状態で維持しておきたい。40、もう一回使おう。なんかもうホイミでさ、きつくなってきたんだけど。すでにベホイミレベルだよね。だってヒットポイント70ってそうでしょ。行くぜ。これ1ターンで倒せないところがいかれてるような。ピオラ、しまった。分散して攻撃しちゃった。こういう時こそギラの出番かな。マジックパンもうないけどね。使おう。ああいいね。俺たちの勝ちだ。ちょっと仲間が欲しい。二人きつくなってきた。あれ、コウモリの羽、これ何？これだ、ギャー、敵だ。いや、なんかそんな予感はしてたけどさ。ピオラくらいだったらな。いや、ピオラって見るとさ、イオラに見えて怖いんだけど。そんなの唱えてくるの？マジックパーがないもん。カミュー、ちょっと大事を取って回復させとこう。あと2、あれが唱えられない。ギラが、いや、ちょっと薬草を投入していくか。強え。メタッピー強い。硬いし攻撃力高いし。下に降りる前にこのまま直進して、宝がないか。ありそうだね。なんか正面やっぱ装備品がいいよね。まあ、金でもいいけどさ。スモーク3体、いくつ？9。とりあえず1ターンでは倒せる。カーミューがすぐヒットポイントなくなるね。いや、ここゴリ押そう。こいつらを倒したら薬草で回復させる。あれ、
レベル上がったらそういえば全回復するんだよね。上がった、やった。3ポイント。あれ、神なんだっけ。探検スキルのスリープダガーの次のヒプノサント、これか。これ覚えよう。なんか割と結構覚えてってるけど、いいのかな。二刀流の心得。16か。聖水で神は全回復した。じゃあちょっと薬草でしのいどこう。神が上がったってことはそろそろミカミックスも上がるから、いや全開システムになって、まあ確かに助かるは助かるわ。騎士団の服、騎士団の服って作れなかったっけ。作ってないけどね。でもさ、服ってどうなの。魅力がめちゃくちゃ上がるな。かっこいい制服。カミューがどうなってるんだろう。革の鎧よりは強いか。遊びさせるか。じゃあ見た目ってなんだ。そういえば、あ、アイコンがついた装備品を入手する必要があります。なるほどね、そういうことか。変わるやつがあるってことだね。だ、序盤はないよっていう。じゃあこっちの階段の方に。メタピー、今は俺のライバルはお前らだ。いて11。ただヒットポイントがだいぶ高くなってるからな。素早さを上げたところで硬い、倒した。終わったな。もう1戦闘くらいか。こいつを倒そう。マジックパワーをとにかく回復させたい。敵一体ノーダメージで乗り切りたい。いけ、ダメだ。いって6。レベル上がんねえ。さらに下。そうか、 3D だからあれか。なんかダッ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 ダみたいな階段の降り方じゃないんだ。インプはね、本命を使ってくるからね。ちょっと厄介だから先に仕留めておく。ちなみにさ、二刀流になるとちゃんと武器2つ分の攻撃力が乗るのかな。そしたら強いよね。3ポイント、3ポイントじゃ何にもできない。こいつまだいいんだ。いや、倒そう。うわ、火だめが半端ない。ちょっと薬草1個投入するか。おととい来やがれ。これってか、どっちかが死ぬと終わりだな。一人じゃ絶対やりきれないぞ。で、さらに地下。インプか。どうしようかな。倒しておくか。問題はボスが いそうな雰囲気なんだよね。ゾーン。ゾーンに入ったらなんか戦わないでおいてさ、ゾーン状態のままボス戦に挑むっていうのも一つ手じゃない。終わったな。歩いてたらゾーンが切れるとかあんのかな。なんかすげっぽいとこに出てきた。モンスターに乗る。キラキラして見えるモンスターはバトルで倒すと乗り物として残していきます。そうなの。このカラクリ君やってどうすんの。まあ、いや、まあ、倒さなきゃいけないんだよね、そもそも。せっかくゾーン状態だけど仕方ない。サクッと決めよう。消えな。乗れるようになった。いや、乗れってそういう。ジャンプ、超ジャンプ力ある。これ、このままアイテム取れるの。守りの種、ジャンプ、出来上がった。
優しい帽子作り。羽帽子か。これ風切りのなんとかみたいなのが必要だよね。あれ、ここにも宝箱あんじゃん。魔法の聖水。あ、いいね。しかも2個。めちゃくちゃジャンプ力ある。そのまま行けばよかったのに。こいつは楽な仕事だぜ。このオーブをあの方に渡すだけで褒美は思いのまま。あ、言ってるじゃん、喋ってるわ。思いのままって話だからな。おい、何の話をしてるんだ。そのオーブは俺がいただくぜ。なんだお前ら。まあいい、ここに来た不運を呪うんだな。お前らこそ、この俺を敵に回した不運を呪え。イビルイースト使おう。もうちょっと待って、作戦神命令させろにします。やるぞ。連携、魔法陣敵全体か。やろう。大地よ、炎をまとえ。よし、いいね。16で、俺ちょっとギラ効くかな。行こう。15、18、まあ効率的にはいいはず。でこれさらにさ、あ、ヒプロサントもいいかもね。ジバリア、ちょっとやってみよう。とりあえず6も使うんだ。結構使うな。あ、仕掛けられてる。ダメか。ちょっとアイテムってさ、これ持ってないとさダメ？あ、持ってないとダメだ。アイテムボックスから取り寄せらんねえ。ホイミを使う分は残しときたいからな。攻撃でいくか。強え。けけけ。ゴミ押すか。まあ、素早さはいいや。あ、マイナス2みたいになってる。回復はちょっと早めに打っておこう。で、あとそのいつあれが切れたかっていうのがちょっと分かりづらいね。スリープダガーで眠らせよう。あ、 B の方がこれヒットポイントやばいってこと。切れたら切れましたってなるのかな。ああ、消えた。なるほど。じゃあジバリア A。 大事に使え。こいつ、うわ、おお、いいね。でジバリアが効いてるから B を先に仕留めよう。消えろ。こいつもなんかそのまま終わりそうだな。寝てろ。けっ、5、全然攻撃力ちげえじゃん。ちょっと死ぬのはさすがにまずいんで倒した。終わったな。ち、手こずらせやがって。しかし、なんだって魔物がオーブを狙ってやがるんだ。まあいいか、やっと手に入った。長かったぜ。諦めかけていたレッドオーブが今はこうして俺の手の中にある。俺は確信したぜ。お前と一緒にいればいつか俺の願いは果たされるとな。おっと、願いは何かって質問はなしだぜ。これは俺の問題だからな。さて、やることも全部終わったし、お前のじいさんが言ってた東にあるっていう旅立ちの祠に向かうか。これ乗ってんだけど。また乗り直したのか。これでも絶対みんなこうなるよね。このまま乗ってるよね。なんかリレミト覚えてるんだったらもうリレミトで出ちゃってもいい気がするんだけど。ゼロ、すごくない？中身だけ行ったのかな。すげえ、
さあ帰ろう。え、でも結局騎士団はじゃああいつらにやられたってこと？魔物イビルユーだっけ、もう名前忘れちゃった。騎士団もなんか何気に大したことなかったからね。東に祠なんてあったっけ？どこ？あ、いっちゃん恥じゃん。しかもあの魚っていうか船のところマークついてるし、ここも走っていくか。船はさすがにまだ乗れないからね、どう考えても。それには早すぎてか、奥の方さ、アイテムとかあんのかな。遠いけど、これ復活してる、そういう感じのものか。一定時間経つと復活。コットン、ちょっと奥見たい。まあ、さらっと確認します。さらっとね、ほら奥にあるじゃん、あの海のところにアイテムが光っている。これを回収しよう。不思議な海藻、海藻に不思議とかなんかあんの、そんなの。何が不思議なんだろうね。こっち行くと祠か。もうちょっとこっち側を探索します。この上とか怪しくない、かなり。だいぶ入り組んでんな。そして何もない、マジか。飛び降りよう。あー、そこに木に何かがある。これを回収したらじゃあ先へ進みますか。一応ちょっとこっちも見て。ナッシングだね。じゃああの木だけ回収したら行きましょう。このポンコツロボットだけぶっ出していくか。いろいろいるな。あ、てかこれもう普通に本当にフィールドの上なんだね。光ってる木がある、それはすごいな。獣の皮、レッドベリー、風切りの羽、輝きの樹液、なんかすげえもん手に入れた。いや、すげえもんかどうかは分かんないけど、ちょっとうまい呼び寄せよ。さあ来い。いや便利だね。一応気づくは気づくんだ。この先には進めない。馬どっか行っちゃうのかな。あ、それはないか、ここにいるだけだから。おっさんどうした。旅立ちの祠、そんな立派なもんか知らねえが、古い祠がこっから東に行ったところにある。あんな場所に行きたいなんてあんちゃんずいぶん物好きだな。それだけかい。待たせたな。行こうか。てかさ、旅立ちの祠って多分あれじゃない、旅の扉があるんだよね。てかこいつ行けねえじゃんこれ、多分行けないよね。ほら、お前とはここでお別れか。だって旅の祠行ったら多分大陸変わるからね。そしたらあの馬どうなんだろう。船で移動するのとは訳が違うから。ヘルコンドルみたいなのがいるけど大丈夫。あ、やばくね。なんでこんな上にいるの。
見つけたぞ、悪魔の米。くそ、ここまで追ってくるとはな。うお、すげえ。おい、逃げるぞ。都合よく馬がいるの、うん、俺たちの馬じゃないんだ。え、あ、なんだ、クロスボウか。かわいそう、馬がかわいそう。悪魔の米、逃がしはせぬ。地の果てまで追いかけてやるからな。ふう、なんとか助かったみたいだな。しかし、ここはどこだ？見渡す限り、何にもねえぞ。災いを呼ぶ悪魔の子。ホムスビ産地？なんだ、ホムスビってか、ところどころに神父さんとかがいるんだけど。よっしゃ。この辺りは来たことがない。永遠に動かないと言われていた祠から人が出てくるとは驚きました。何者かは存じませんが助けになりましょう。というところで、じゃあ新しい大陸に来ましたので、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。